え僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。今世の中にさ、自分だけが世界の真実知っちゃいました。世の中のほとんどの人間はこの真実に気づかない無能どもだっていう意識を持った人が、すんごいね、増えてきてんのよ。特に高齢者。まあ、40、50、60、70、80代。 が、ツイッターとかね、YouTube とかで見た情報を頼りに、世の中はね、陰謀で、陰謀論者がいっぱいいるの。自分だけが真実を知っちゃいました。ほんとごく少数の人しか知りません。今世の中の全員は黒幕に支配されていて、情報弱者で、自分は情報強者だから、真実を知ってしまいました。っていう、やつら。そういう人が、 ワクチンはね、絶対に打つな、みたいなんとか、言い出してるわけよ。自分だけでそう思って、自分の中だけで完結してもらってんだったら、別にそれはいいんだよ。だけど、それを、親しい人たちに、ね、聞いて、公声でしか絶対話せないことなんだけど、実はね、同時多発テロあったでしょあれって仕組まれてるんですよ。とか、あの天皇家には、クローンで作られた、影武者がいるんですよ。とか、 それを、本当のことで、私たちだけしか知ってない情報ですっていう感じで、少しずつこう、ばらまいてきて、あれワクチンって筋肉に対する注射だから、実はね、あれ打つと3年後に全員死んじゃうんですよ <laughs>。みたいなんとか。で、その情報は自分しか握ってないんですよ。ソースってどこですかって聞くと、インターネットです <laughs>。いや、っていう、その、 インターネットにはアクセス数を稼ぐために、そういう陰謀論者に向けた情報が、少し、えー、刺激の強い情報だと、大体いい陰謀論者っていうのはそういうの大好きだから、どん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 こう、拾いに行くのよ、自分から。そうするとアクセス稼げるし、あわよくばその下にね、すごい効果、そういう人たちにね、最適。ワクチンを打ってしまった人でも、こちらの音楽をずっと聴き続けて、電波を発信する機会をね、 家に置いて20万円のやつ置いとけば治りますよみたいな。そういうのにもつながるし、そういうのを信じる人っていうのはカモなんですよ。しかも自分たち、その陰謀論者本人は、自分は知的レベルが高いからこそ、この事実に気づいちゃいましたと。周りのみんなバカだ。だからみんなが買ってないけど、私はこの商品の良さには気づいてますんで、これ買わせていただきますって言って、買っちゃうの。極端な例で言うと、オウム心理教の信者って、 大体そういうパターンなんだよね。だから学歴とかはすごい高いのに、なんでオウム神理教入ってるのなんで朝原昌宝のね、入った風呂のね、残り湯を何万円も出して買っちゃうんだろうって言ったら、そういうこと。あと、立ちが悪いのが、癌の治療法とかにもそういうのを使うやつがいて、悪いね、陰謀論者を出しにする奴がいて、あの、今ね、抗がん剤とか治療でやってるのってあれ全部、 医療品メーカーのビジネスとしてやってるだけで、あんなのは全部ただの毒なんですよって。だけど、私が開発したこちらの黒い汁を飲んでいけば、このね、1本5万円の汁を飲めば、ガンなんていうのは、実は良性の細胞だから、勝手に消えるんですよ。口内炎と一緒なんですよ。みたいに言って、あ、じゃあそっちの方が正しいなって言って、 あの、身内にまでね、身内の寿命を削ってまで、そういうことをやっちゃう人がね、いて、そういうのを飛びつく奴は、単なる馬鹿じゃなくて、自分は選ばれし知的レベルの人間だっていう意識を持った上で買っちゃうから、立ちが悪いんだよ。で、まあ、うちの親がさ、ワクチン打つっていう話になるじゃん。そうすると、まさにそのケースにはまった、 うちの弟の健介が、ワクチンは打たない方がいいよって。99.99% 99打たない方がいいよっていうふうにね、うちの親を <laughs>、誘惑してくるわけよ。これが厄介。自分の周りにそれがいて、自分の、まあ親じゃん。自分の血の繋がった親が、そうやって、その、仮にワクチン打たないってことになると、 これは大変なめんどくさいことになるわけよ。だから僕は、まあ別に売ってはいいじゃんと言っても、和ずはね、何にも分かってないんだよって。そうやって情報だけに踊らされてね、自分で計算して考えてよ、みたいな。<laughs> ケンスケは一応何百万円分もそういうね、スピリチュアルグッズも買ってますし、枕元には変な電波が出てね、目覚めが良くなる、はーってやつとかも置いてるから、 もうね、言ったら聞かないっつうか、まあ、マルチ商法等にハマった人と同じで、自分がやってることが、真。自分が計算で導き出したやつが、正しいと。いうふうになっちゃうんで、まあ手に負えないけど、まあ自分一人がね、それだったらいいんだけど、僕は、打つ。自分一人の計算よりも、今世界中の全員の、本当に頭の切れる人とか、それだけをずーっと研究してる人とかが、 全部やった結果、まあ、ワクチンは世界中の人が打ちましょうっていう結論が出たわけじゃん。だったらもう、僕一人で電卓弾いたし、計算とか計算式なんかよりも、もうずーっと向こう側にいる。ずーっとその勉強してた人たちが、その結論を出したんだったら、もういいじゃん、別に打ってば。その、僕そんなに対してね、リスクリターン、対したことはないと思ってんのよ。どっちにも同じぐらいだろうと。打たなくても、打っても。 でも別にインフルエンザのワクチンだってみんな打つし、自分が小さい頃から打ってきた BCG のやつとか、はしかのやつとか、なんだかんだ打ってきてるわけじゃん。うん、それで別に何もねえし。で、今世界中で打とうっていう流れになってて、まあ、こういうのは一遍に打った方が、ネズミ駆除とかと一緒でさ、一遍にやった方が効果は高いわけだから、地球全体のそのムーブメントには、別に逆らう必要なくねっていうのが <laughs> あるんだよね。打ったら死ぬっていうのでね。 ワクチンを打って死んだ人はこんなにいます。こんな状態になってますっていう、めちゃくちゃレアケースのなんか、確かに副反応みたいなのあるわけじゃん。やばいやつとか、たまたまその後死んじゃう人とかもいるわけじゃん。でもそのやつよりも、事実としてコロナで死んでるやつが、あと死んでなくてもさ、コロナってめちゃくちゃ苦しいっていうのはなんとなく聞くじゃん。<laughs> だから別に、とりあえず打っときゃいいんじゃねえのと、ただで打ってんでしょっていうのを、苦痛に生きてたら、 もう、親とかも多分、周りに流されたりした、したり、行政が言ってんだからってことで、あはい、はいって言って打つわけよ。だけど、身内にそういうのがいると、打たないっていう選択肢が出ちゃってくるんで、これが厄介なんだよね。しかも自分の親じゃ、それ。だから、下手すと命にももしかしたらコロナがそれでかかって、大変な目にあったりすると、自分の親が大変な目に遭うから、なあめちょっとめんどくせえなと思ってね。でももう絶対に聞かないからさ、ああいう人っていうのは。いや、みんな死にかけてんだよ、僕の周りのコロナになった人も。コロナ舐めてたとか、 あとなってから反省すんのよ。うん。だから僕は打てって言ってるけど、それはまあ、打つも打たないもん本人じゃん。で、打って死んでも僕のせいにされても困るし。うん。だ僕は自分は打つよっていう感じ。まあそこなんだよね。あんまりだからね、情報の選択とか、あとは自分がどこまでそれに対して熱意があるかによってもう変わってくるけど、まあ基本、たくさんの人が頭を使って決定したこととか、 まあ今だってさなんだかんだいろいろと現代の科学にね恩恵に預かって暮らしてきてる中でその一点だけをなんか否定するとかなるとちょっとやばいんだよねとりあえず皆さんも、えー、人生攻略法っていうブログを見てケンスケの頭の計算式で導き出したやつとかあとねワクチン否定派の僕 そういうの好きだから <laughs> ゃ。みちハんのつい、ワクチン否定派の理屈って、これで本当に騙されると思ってんのかなって思うぐらいに、稚拙な理屈が結構羅列されてんの。ソースとか根拠が全部ないんだよね。一年後には収束しているから、今打つ必要がないとか。だけどね、まあ僕の場合はオズ理論で考えたら、特にしかも世界で先行して打ってて、そこまでのやばく、やばいのはないから、 まあ、抗体を持っておくっていうのは結構大事なことなんだよね。なので、えー、皆さんもね、自己判断。だからといって、別に僕は打つけど、打たない人は打たなくても別にいいと思ってるの。自己責任なんだから。だけど、あまりにもそういう陰謀論に流されてる人が、わめき散らすと、まあ、マルチ商法にはまった人とかって、もう手をつけられないから、周りが離れていくしかないの。そう、お友達紹介のやつとか。だから、そういう陰謀論者とか、まあ、宗教、 政治のなんか、やつ。とかね、あまりにもハマりすぎて、周りにこう、口を出してくると、自分の人生を狭めていくんだぞっていうことを、ちょっと自覚しないといかないかもね。触らぬ神にたたりなしだから、そういうことを言い出した人からは、スーッと距離を置いていこうってみんな思うのが、正しい、あの、立ち回りなの、人生の。だけどまあ、自分のさ、家族の中にいたらそうはいかないけど、 なので皆さんもあまりにもこうぐーっと視野が狭くえ結論ありきで言っちゃうと自分も陰謀論者にいつの間にかになっちゃいますよっていうことを胸に刻んで自分だけが世界の真実を知ることはこの先もあなたには一生ないってことを理解してください自分だけが世界の真実を知って自分以外の市民は全員バカって思い出したらやばい兆候なんだっていうことをね気づいて引き返せば 豊かな人生がね、残ってます。不真実とか細かい、これはこうとか、そういうのはもうどうでもいいんだよ。なんとなくその、モードに入っちゃった時点で、人生は、あの、マイナスになるってことだけ覚えておいて。 本当に少数派の方が正しかったこととかも確かにあるかもしれないんだけど、そういうスタンスの問題なんだよね。あとはやっぱそういうのが加速すると、子供たちにワクチン打つなとかなんかさ、その妨害をするところまで行っちゃう人いるじゃん。あれをやってることは悪だからって,って自分の中の正義感が暴走して、で結局自分のやってることが世の中のほとんどの流れを足を引っ張るようなことにもなっちゃうし、まあ自分の中だけで抑えていっていただければね、外役はまき散らさないで済むんで。 これをね、見てる、反ワクチンのお前らさ、じゃあコメント欄で、あ、で、これダメか。こういうの煽っちゃダメか。こういうの煽ると、もう、リンクとかいっぱい貼ってさ、なんか変なデータ、いっぱいわけのわからんソースを持ち出して、薄いソースを持ち出して書いてくるけど、いいよ、それでもいいから。お前ら、反ワクチン派は、ここのコメント欄で、激論交わせ。ここのコメント欄だけでさ、完結してもう、外に持ち出すな。全部激論は、ここのコメント欄だけでしてくれよ。 バッドボタンを押してもいいから、僕の動画はバッドボタンを押してもいいから、こいつ何言ってんだと思って、俺らのね、知ってるワクチンの怖さを世の中に知らしめてやるって言って、うわーって書けばいいじゃん、ここに。全部公開にしてやるから。な。あんまり URL とか貼ると、僕がいちいち承認するのめんどくさいけど、まあ、書いといてくださいよ。で、できればね、君たちは人生不幸になっちゃうから、この先。どっかのタイミングで、別にいつでもいいんだよ。 どこまで歩いて気,気がつくか。一生気づかないままそのまんま缶オケで焼かれるのか分かんないけど、どっかのタイミングで一回止まって振り返った時に誰も周りに人がいなかったら、あれこれおかしいんじゃないかなと思って、どっかのタイミングで気づいて軌道修正して、で、今まで自分が見下してたね、世の中の全員ゴミだと思ってた、そういう人たちの方にね、歩み寄ることで人生がプラスになる可能性ありますよ。